読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井博明です。今回ご紹介するのはビジネスのヒントがたくさん詰まった一冊、こちら清水剛、なぜネギ1本が1万円で売れるのか。作者の清水さんはネギ人カンパニーという会社の社長さん。山形県でネギを作っている農家です。でもただの農家ではないんです。日本の農業の未来を変えるべく奮闘しているやり手の実業家。彼がなぜネギを栽培する農家を始めたのか、新規に就農するのが非常に厳しいとされる世界でどんな苦労を重ね、どんな工夫をして年間数億円を売り上げる会社に成長させていったのか、その体験談を細かく説明している本です。幼い頃から体は小さいものの運動が得意だったという清水さん。小学生の頃は体操、中学高校時代は卓球の選手として地元の長崎県では立派な成績を残しました。その後なぜか競艇の選手を目指すんですが、体力テストでは1位になったのに学科試験で不合格。幼い頃からスポーツだけに情熱を注いで生きてきたので勉強なんてしたことがない。そんな彼は19歳で消費者金融会社に就職します。漢字も書けない、割り算もできない、小学校低学年レベルの知識しかない新入社員でしたが、一度やると決めたらとことん頑張るその根性でめきめきと力をつけ、営業こそが転職であったと気づくまでに時間はかかりませんでした。実力を認められて2年後の21歳の時には北海道の支店長に。そこでも結果を残すと25歳の時には会社の営業部門のトップに立ちました。そしてグループ企業7社で社長を務めるまでになりましたが、30歳の時に退職して農家に転身します。奥さんの実家のある山形県で親戚のおじさんから農業に元気がないから何とかしてほしいと言われてその気になったんです。それが2011年の時。3年で天下を取ろうと目標を定めた彼は、ライバルが比較的少なそうなネギに目をつけました。やっとのことで手に入れた農地は何年も放置されていて雑草だらけ、土も硬くて作物を栽培できる状態ではなさそう。どうすれば美味しいネギがたくさん作れるのか、ネギ農家に弟子入りをし、毎日100個も質問をしながらネギ作りに挑戦しました。しかし農業は想像をはるかに超えて難しいものでした。失敗だらけ、苦労だらけ。それでもめげずにトライアンドエラーを繰り返し、自分の会社を日本で最も有名なネギブランドに成長させるまでの物語です。という本。ネギの味にそんなにこだわる人っていないと思うんです。3本で198円、何かのついでに買う程度。しかしこの人の会社で作るネギは、ものによっては1本1万円で売られます。太くて見た目が美しく、驚くほど美味しい芸術品のようなネギ。この会社で出荷する年間200万本の中でせいぜい10本ぐらい、そうした贈答品用の最高級品がすぐに予約で完売するようになりました。ネギ1本にそれだけの価値をつけるためにどんな苦労とどんな工夫があったのか。新規就農者につきまとうさまざまな障壁とか、日本の農業の抱える構造的な問題に頭を悩ませながら一つ一つをクリアして結果を残していく面白さ、正直なところネギの詳しい作り方のそのノウハウについてはそれほど興味がないという人が多いと思うんですけれども、なるほどなと思うポイントはたくさんありましてね。スーパーに並んでいる野菜の一つ一つにこういう苦労があるんだなというのがよく分かって、大事に食べようという気持ちになりました。そして何よりもこの本の魅力は、この作者である清水さんの生き方、考え方。わからないことはとことん調べ、失敗を恐れずに何でもチャレンジしてみる。失敗から学んだことを次に生かす。仕事に取り組む真摯な姿勢と大胆な発想。どんな仕事をしている人でも参考になるようなビジネスのヒントがいろいろと得られる本でもあるんです。とにかく予想以上に面白い本でしたからね、興味のある方はぜひ読んでみてください。以上、今回ご紹介したのは清水剛、なぜネギ1本が1万円で売れるのかでした。 I hope you become a book lover. Adios.